はい、神さんこんにちは、小杉です。ということで、今日はですね、ある選手が育成終わったので、使っていこうと思うんですけども、あと10分ね、小試合始まっちゃうんで、リアタイはできないんですけども、称号だけ先にここでやって、後日リアタイをやろうと思っています。その選手はこちらです。どうぞ。ポン。はい、最新シリーズ石川選手です。またロッテになったね。まあ、ロッテジュースやってるんで、ロッテの選手が当たっちゃうのはしょうがないんですけど、まあ、9位75、制球84、スタミナ76と、9位が、1下がってる代わりに、制球がプラス1上がってます。去年の通常よりね。なんで、制球が去年のアニバーサリーと同じ84になってます。なんで、制球プラス3で87までいきますね。結構すごいです、これは。なんで、今から称号をやるんですけども、狙うのは、制球アップ。まあ、能力的には、まあ、進化が A になって、高速進化で、まあ、超コントロール20丸切れ、タイピンチということで、前回僕が使ってたのはアニバーサリーなので祝宴なんですよ。なんで、タイピンチを使うのはもう本当2年ぶりとかになるので、ここがちょっと楽しみです。はい。ってことで、称号行きましょう。はい。石川選手2枚なので、西川選手ですね。はい。名前変わっちゃったけど。まあ、石川選手、まあ狙うのはまあ、そうですね。針の穴を通す制球、さらに、精密機械。あとは、まあ一番いいのはミスターコントロールですかね。ミスターコントロール狙いで。行きたいと思います。ミスターコントロール来てくれたらね、9位も上がるので。はい。まあ、何もつけないで行きましょうか。どうせ星も当たるんでね。はい。自信満々です。おい、マジで？ガチやん。本格派来た、本格派。77、85。これ当たりやん。いいな、いいな。まあ結構9位もね、上がってくれたらまあいいなとちょっと裏で思ってたんですけど、まあまあまあ。今回これで行きましょうか。この1枚は、多分次来るであろうアニバーサリーとかに残しておきます。はいはい。じゃあ体力を回復してさせてきたので、石川選手使っていこうと思います。もう今めっちゃ調子よくて、今6連勝中か。打率もほぼ4割いってるんで、マジ今めっちゃ調子いいです。なんですけど、ちょっと10分ぐらい俺家出なきゃいけなくて、10分の間で試合が終わるかどうかが肝心になってきます。石川選手使う使わない関係なく、相手メルセデスか、きついな。大丈夫、打てる打てる。俺はこの前、33度とかあった日、俺その日スーツでちょっと学校行かなきゃいけなくて、もう汗だくでもう学校行きましたね。バカ。クールビズを導入させてくれ。ネクタイなんて捨てられないからね、あれマジに。じゃあまず援護点を入れて安心して投げさせましょうか。プロ野球スピリッツエースは。こうやって打っちゃうんですけど、そう言っときながらね。まあスライダーってどうなったかを早く確認したい。いやーヒートミスった。オーケーオーケー。じゃあ石川選手登板していきましょうか。この守備はね、もうほぼ完璧なんで。このもうセンターライン完璧すぎる。イチローがほぼ取ってくれるし、菊池も内野全部取ってくれるし、古田さんはキャッチャーフライ全部取ってくれるしっていうことで、もう何でもやってくれる。ってことで今回から進化 A になった石川選手の進化をね、見せていきましょうか。で、この高速進化。まあ、あわよくばキャッチャーフライかな、この感じだと。いや、一郎取れる。よーし。これ一郎じゃなかったら取れてませんから。広角出てないんですけど、外側行こうか。A になったおかげで、ストンと落ちるんだったんですよね。前まで B はちょっと滑らかな感じだったんですけど、今回はちょっとストンと落ちる感じになりました。わーお。で、このカットボールで内角を攻めて、セカンドゴロ、セカンドライナー、などなどにしていくっていう感じですかね。進化はこの高さ、中途半端なところ、要は、落ちるか落ちないか分かんないぐらいのところが投げるのが一番です。ボールだね。で、この高速シュートを腰のあたりから落とすと、高速シンカーと見間違えて振って、フライになるっていうのが結構あります。この高速シンカー行きましょうか。見逃し三振になってほしいなっていうぐらい。いやー、ないか。称号つけて本格派で85なんですけど、これプラス、超コントロール20までついてるんで、まあ、ベストピッチ投げれば、ほぼ、その場所に決まります。ナイスボール。で、ボール球ギリギリの進化。これは入らなくていい、ストライクゾーンに。で、誘っといて、ここの高速シュート。OK、これ。これなんですよ、高速シュートの強みは。これは真ん中。OK、OK。で、カットボール、ここら辺投げると、びっくりして、詰まります。詰まんなくて。相手は多分高速進化狙ってると思うんで、進化一辺倒できます。で、ここのストレート行きましょうか。
さっきは高速シュートなんでちょっと内側入ったんですけど、今回はストレートなんでこのままギュンと。 OK 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 OK。 ナイス、ちゃんと仕事をします。俺のね、二人外は。いやー、はい、じゃあやっていきます。消費者に体力を回復する間に達人に上がりました。はい、結構調子よくね、ポンポンポンって上がりましたね、達人まで。と回すかってじゃあランク戦やってますかね、ずっと。打率がね、そしたら4割から3割並ぶ位置に下がりました。後半に打ちすぎて前半打てないみたいな。前半打てなくて後半は打ってるんだけど、その前半が打ててないから打率も下がってるみたいな状態だったですね。じゃあ石川選手行きましょうか。サンタナか。やべえ。ちょっとだけね、配球やっぱり変えなきゃいけないから。このカットボールでファーストゴロとかにしてほしいんだけどな。ピッチャー、よしよし。で、これ絶対に落ちる方でやろう。OK、ナイス、これ。いやー、一郎いる。よし、刺せ。OK、OK、ナイス。でかい。で、タイミング出た。どこに曲がるかな？おー、行くね、結構。おー、曲がるな、結構、マジで。おい。ナイス、ボール。でかい。OK。オッケー、さすがにど真ん中打てますよ、舐めてんだろ。そうですね、いやー、ナイスボールなんだけどな。いや、マジか。うわー、相手はここの出し入れ、やっぱり、この真ん中ら辺からのシンカーと高速シンカーの出し入れが、マジでめちゃくちゃ重要。オッケー、ナイスボール。いやー、オッケー、オッケー、取れる、取れる。さすがに取れる。いやー、いやー、見てくるか、えぐ。いやー、それを取ってくれ。ナイスボールだよ。じゃあ交代です。ちょっとダメだったね。ちょっとダメだったね。はい、じゃあちょっと負けてられないんで、このまま負けて終わるわけにはいかないんで、勝って終わりたいと思います。で、今日付変わって5月22日で更新の日なんですけども、ミキサーは来ませんでした。はい、いやーね、うん、妥当ちゃ妥当だけど遅いよね、きっと。で、石川選手行きましょう。広角出てるからあんま外角攻めたくないけど、内角しばくか。どう、ギリ入んじゃない。見てくるね、わっ。もう一回行こう。これは入る、これは絶対入る。ナイスボール、斜めに落ちた。危ねえ、ナイス菊池。ワンアウト。あっ、うん、入ってないの？嘘でしょ？やば。ナイスボール。オーケー。じゃあカットボール行こうか。インサイド落ちました。危ない、セーフセーフ。ナイスボール。キャッチャー。狙い通り。ツーアウト。ツーアウト。ツーアウト。危ない。危ない。甘い甘い甘い。もう一回行こうか、じゃあ。ナイスボール。高速進化行こう。変化球が決まっています。ノーボール2ストライク。ナイスボール。セカン？セカン？よーし。さすがに？オーケー。うわー、いやー、ナイスボールだけどな、マジか。高めのカットボールで空振り取る。インコース。キャッチャーフライ？オッケー、キャッチャーフライ。オーケー。有言実行。テスト。今のテストは外角攻めで、全然いいです。打たれましたね。はい、オッケー、ピッチャーしっかり、よーし、ナイス。じゃあここでホームラン終わりましょうか。じゃあありがとうございました。またバイバイ。